君たちの言う執行官博士が僕のところに。ハイバシューだって、なんであいつ。それに連れて行くってのはどういう意味だ。彼はもうすぐスメールを離れてスネージナヤに戻るって言ってた。ふーん、つまりすぐにここを立つってこと。ああ、そうでなければもう少し話せたかもしれん。すぐに帰らねばならないんだが、出発前に一つ重要なことを思い出してな。回り道でパルディスディアイに寄ったんだ。そのハイパシアという学者の面倒はお前が。パデューイはよほどよく偵察をしてるみたいだね。確かにハイパシアは僕の元で治療を受けているよ。失礼だが、彼女への治療の進捗はいかがか。何か言いたいことがあるんだろ。それなら単刀直入に言おう。ハイパシアをスネージナヤに連れて行くつもりだ。患者の移動は簡単なことじゃない。君は学者なんだから、まさかそんなことも知らないってことはないよね。ほう、私を疑うばかりか。私の能力まで疑うとは。それは本当に正しい判断かね。まあ、こんなお願いをしてきたのは君が初めてだからね。もちろん我々は彼女の旅の安全を確保する手段がある。それにハイパシアは一流かつ効果的な治療を受けられると保証しよう。私が直々に治療に参加し回復の手助けをする。これでどうかな。ハイパシアはスメール出身で教令院の学者だ。今のところリスクを負って他国に送らなければならないような状況じゃないよ。彼女をスネージナヤに送ること、そのリスクとメリットは未知数だ。彼女の治療を担当する者として同意できるはずがない。無謀で無礼で愚かな提案はやめといた方がいいんじゃないかな。僕は博士をよく知らない。でも彼と話しただけで僕が嫌いな学者特有の傲慢さをひしひしと感じたよ。威張り腐ってるっていうより自分の能力を極度に信頼してるんだ。ほとんど患者をそういう人に渡すことはありえないよ。それが僕は言い争いの準備をしていたんだけど。なるほど、お前の意見にも一理ある。まだ若いのに頭が固いな。少々意外だ。普段ならこのままお前を見過ごさないんだが、あいにく今日は急いでいる。尊き女皇陛下のお呼びでな。幸い出発までにはまだ少し時間が残っている。全てを片付ける余裕ができた。教令院の言う通り、お前は責任感のある聡明な学者だ。だが残念ながら賢明ではない。だからお前のようなものはいつまでたっても気づけない。人は遅かれ早かれ自分の頭の中にあるものの責任を取らなければならない。誰も逃れられないということにな。